はい、今回は今ね、なかなか手に入らない任天堂スイッチの抽選受付をね、やってるサイトを紹介しようと思います。なかなかね、実際に店舗に並んだりとか、いろんな店に行ってもね、在庫がなくて購入ができないっていう方多いと思うんですけれど、ネットでね、予約する分には簡単なポチポチで注文ができるので、予約っていうか、抽選のね、できるので、まあそこからね、当たる当たらないは運の問題なんで、まあ多分かなり確率は低いと思います、当たる確率は。ちなみにルールかね、何回か限定セットの挑んでるんですけれど、まあ当たってないんで、まあ難しいのかなって。まあもう自分もね、1個持ってるんで、まあ2個目はね、まあなくてもいいんですけど、あったらね、2個で2人でね、遊べるんで、いいなと思って。ちょっとね、ここから先、モンハン等が出るんで、まあできたら彼女とやれたらいいかな、みたいな、もう1個あっても。か、まあマイクラとかの、最近ね、よい子さんのマイクラ生活見てて、ちょっとスイッチでマイクラやりたいなって気もしてるんで、まあ2台あったら面白いかなとは思ってるんですけれど、まあね、そんな感じで自分も一応抽選の参加してるんですけれど、こちらですね、上信さんになるんですけど、上信のね、ホームページ、まあ上信って打ってもらってホームページ行く、上信電機さんですね、行ってもらって、この左側のところに今だとスプラントゥーンの2のセットの抽選をやってます。これ会員になってないとね、購入できないんで、まあ最初にね、会員登録する必要があるんですけれど、会員登録するとね、定価で購入できます。お値段的にはこんな感じ。税込みで 38,836 円。さらに 1% ポイント増定。今ね、Amazon とかで買うと多分4万、ただのスイッチ。何もね、こう、スプラトゥーンのセットじゃないやつですね。通常のやつ。でも多分、4万後半近い、4万5、6千は多分してしまうと思うんで、それを考えるとね、かなり良心的な価格でスプラトゥーンセットとか買えるんですけれど、まああくまでね、抽選になるので、まあ、この抽選がね、何台っていう風にも記載されていないので、まあどれくらいの数があるのかとか、その辺が何とも言えないんで、まあ当たる確率等はね、微妙かもしれないんですけれど、このね、注文、応募受付しなければ当たらない、まあ、宝くじと一緒ですよね、受け付けなければ当たらないものなんで、会員登録するだけだったらね、アドレスとあれがあったらもうすぐにね、登録できて応募できるんで、まあ欲しい方はね、ぜひ抽選受けてみてはどうでしょうかっていう感じです。一応ね、結構定期的にやってます、これ。上信さんの抽選、通常版のね、スプラトゥーンセットじゃない、スプラトゥーンのセット、スプラトゥーンがついていないただのスイッチ、まあ別にね、みんなスイッチ買う方がね、スプラトゥーンやりたいってわけではないと思うんで、まあそういう方はね、そういう通常版も定期的に結構抽選やっていて、ルルカね、多分明日発表なのかな、のモンスターハンターバージョンの抽選もやりました。モンハンバージョン欲しいんで、普通にモンスターハンターも欲しいし、まあ、限定のやつだったらね、今普通版持ってるんですけど、限定のやつ使って、まあ、その今までのね、スイッチをお下がりしてもいいですし、と思ってるんで、まあ、これが明日発表なのかな。まあ、当たる確率はね、まあ、めちゃめちゃ低いと思うんですけれど、当たったらラッキーだなと思って応募します。そんな感じでね、定期的に上信さんだと、普通はね、お店に行かなかったらダメだったりとか、抽選もね、なんかお店で500人とか、500人レベルじゃないかな、もっとなんか何千人とか並ぶの？ 1000 人単位とかで並んだりとかして、でそっから抽選でみたいな。で、なおかつね、なんか、電気屋さんによってはね、ちょっとごまかしてるとこもあるんじゃないのとか、まあそういうのもあったりとかして、まあ並ぶのも大変なのに、並んだからって買えるわけでもないっていう状況が続いてるようなので、まあダメ元でもね、こういう感じで抽選受けてみるとどうかと思います。ただね、多分1家族かな。で、1回しか抽選できないんで、まあそういうのをね、まあ不正だけはやめましょう。アカウントいっぱい作れるからってね。何個も注文とかしてしまうと、まあ、こういうところね、本気出せば IP 等々でね、分かってしまうんで、何個も作ってね、応募して、本当はね、当たってるのにね、あ、こいつなんか何個も注文してるから、抽選から外そうみたいなね、なってしまうこともあると思うんで、まあ一人ね、1アカウントを作って、
一抽選受けて運が良けたら買えたらどうでしょうかっていう感じです。今回のね、この抽選受付の時刻が8月8日火曜日の23時59分、今日の11時59分まで夜のね、ここですね、になっているので、欲しい方はね、これまでに会員登録してぜひ買いましょう。一応ね、ポイント 1% 申請とかあるんで、まあ、あとね、クレジットとか使えばさらにポイントついたりとかすると思うんですけど、まあ、ね、割引は多分定価がちょっと分かんないですけど、多分割引はほぼないと思うんですけれど、まあ、割引はないですけどね、プラスアルファの価格が追加されないで売ってるだけでもめちゃめちゃ良心的だと思います。はい、こんな感じで今後は、今までね、こういう感じの紹介とはしてなかったんですけれど、今後はね、こういう情報等々も、いろいろね、動画にアップできたらいいなと思ってますので、よろしければチャンネル登録といいねの方お願いします。コメント等ぜひお願いします。はい、今回も動画の方を見ていただいてありがとうございました。